ちらはネクスコ東日本です。午後5時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに関越道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。0キロポスト付近の練馬インターを先頭に1キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。美女ジャンクションを先頭に和光運インターまで5キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き東北道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。浦和料金所を先頭に岩槻インターまで6キロほど交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ北関東道駒形よりお伝えしました。あなたにベストウェイネクスコ東日本。